エルトン・ジョンの歌はやっぱりいいよね。ロケットマンなんて最高だわ。オエルトン音帯の1972年の大ヒット曲だな。サビの僕はロケットマンさたった一人、宇宙でいつか燃え尽きてしまうってところが活かしてるぜ。そういえば、エルトンってまだ生きてるんだっけ ?75 歳だけど、相変わらず格尺として、変態っぷりを増加してるんだぜ。2017年に、映画キングスマンゴールデン、サークルにエルトン、ジョン本人役で出演した時の開演は、さすがエルトンって言った感じだったな。あれでないと男爵なんだから、すごいわよね。2022年の北京オリンピック、フィギュアスケート男子シングルフリー出場のネイサン・チェンが、ロケットマンを含むエルトン・ジョンの楽曲をバックに演技資金メダルを獲得した時には自身のツイッターで、祝辞を送ってたな。そういえば、前トランプ大統領は北朝鮮のキム主席のことをロケットマン呼ばわりしてたね。ああ。そういえば警告が新型ロケットの塗り号の第2回目の発射を6月に成功させたな。例によってこれで第7番目の宇宙強国になったとか喜んでいたぜ。北朝鮮のロケットと警告のロケットってどっちが優れているの？ああ、じゃあ今回は、そんな警国や北朝鮮のロケット技術や、日本の商用ロケットの現状について、じっくり解説するんだぜ。ゆっくりしていってね。さて、6月22日の中央日報の記事によれば、警国の純国産技術で設計、開発された初の宇宙ロケットの塗り号 KSLV-2 が21日、地球上空 700km 軌道に衛星を投入するのに成功した。これで韓国は1トン以上の実用衛星を乗せて宇宙に上げた7番目の国になったと報じているぜ。まあ、成功したんだからおめでとうってところね。ファクトチェックをすると、7番目というのは誤りで北朝鮮に次いで12番目なんだぜ。北朝鮮やイスラエルとかイランなどのことは感情に入れてないな。そうなのね。一応、北朝鮮はクアンミョンソンという人工衛星を4つ打ち上げたと主張しているが、実際に軌道上で稼働しているのは3つだぜ。まあ、世界何番目とか、そういうので自己大評価するの好きだもんね。警告は、塗り号の前のナロホによる人工衛星の打ち上げを成功させることで、イランに次ぐ10番目の人工衛星発射成功国になると主張していたんだが、2012年12月に北朝鮮が銀河3号によりクアンミョンソンの軌道投入に成功してしまったんだ。先を北朝鮮に越されてしまったのね。ナロホの打ち上げ失敗と延期で未だに成功していなかった警告国内では屈辱感が満ち溢れたな。この時、中央日報は北朝鮮の打ち上げが国際社会の興奮を買っている以上重大ロケット開発国の地位が与えられないと予想されるとか悔し紛れに報じたぜ。なんだかね。ナロホは3回打ち上げを実施したが、結局衛星を軌道に投入することはできず、警告は北朝鮮から、おちょくられた。そうなのね。警告は必死に後継機の塗り号の開発を進めたぜ。ロシアがナロホの開発に協力した際、経済危機でロシアの RD-151 エンジンが搭載されたままの第1弾地上検証用発射からだ GTV を残さざるを得なかったんだ。ロシアと組んでロケットを開発してたのね。知らなかったわ。アメリカは警告に協力するつもりはさらさらなかったからな。警告はこの RD-151 を塗りの開発に活用しているけど、かわいそうなことに RD-151 を警告に置いていったことで、ロシアのクルニチェフ社の社長が解任されてしまったな。とんだとばっちりね。プーチンに粛清されたのかな？詳しい情報はないけどな。警告はちゃっかりロシアの経済危機の際にロケット技術や原子炉技術を、際どい手口で入手しているから、ある意味立派なもんだぜ。まあ、パクリもそこまでやればすごいわね。塗り号は1回目の打ち上げは失敗してしまったんだ。この時にも北朝鮮からは、他では数十年前にした古い技術にも失敗した状況で何が成功なのかとか、塗り号の失敗を成功という南側当局の弁解は本当に笑わせると皮肉ったぜ。北朝鮮が、警告を皮肉る時は鋭いわね。まあ、やっと6月21日の第2回目発射で、性能検証用の人工衛星を高度 700km の軌道に乗せたんだ。パチパチ。ソウル市の大統領府で打ち上げを見守ったユン・ソンニョル大統領は韓国の地から宇宙への道が開かれた。今後は航空宇宙庁を設置して航空宇宙産業を体系的に支援していくとコメントしたぜ。これで、警告は商用用衛星事業にも参入してくるってこと？それはすごく困難だな。だって打ち上げに成功したんでしょ？現在の宇宙開発では、いかに安く衛星などを打ち上げることができるかが、勝負となっているんだ。今の警告の実力はアメリカ、ロシア、欧州、日本といった商用用ロケット技術からは数十年遅れているっていうのが一般的な見方だな。そうなんだ。もちろん自国技術を高めることは悪いことじゃないし、
軍事転用も可能だからな。だからといって、商用用ロケットに参入することは全く別の問題だぜ。ホルホルはできないのね。信頼性、価格、運搬能力、この3つの要素が商用用ロケット、いや軍事用でも大切なんだぜ。ロケット1発打ち上げるだけでも相当な費用がかかるんだ。おいくらぐらいするの？今回の塗り棒では2000億円くらいかかったと言われているな。まあ、自国開発？だから仕方ないけど。ほうほう。日本には打ち上げロケットが現在2種類あるんだ。液体ロケットの H2A ロケット、H2B ロケット、そして固体ロケットのイプシロンロケットだぜ。3種類もあるのね。それに開発中の H3 ロケットだな。これは日本の新しい機関ロケットで液体と固体燃料の両方を使用するぜ。現在第1号機打ち上げに向け、鋭意開発中だ。4番目が待ち遠しいわ。打ち上げロケットのものの良し悪しは、信頼性、価格、運搬能力、ペイロードなんだが、H2A ロケットは、見た目をバランスよく組み合わせた汎用型だぜ。H2B は H2A の運搬能力向上型だ。H2A の評価はどうなの？信頼性、発射成功率は 97% 超で、十分な信頼性がある。っていうか30回以上打ち上げて1回だけ失敗しただけだ。すごいじゃない。しかし、ほとんどの打ち上げが日本向けであり全体の打ち上げ回数が少ないな。同クラスの打ち上げロケットで見ると、シリーズ合計100回以上打ち上げながら9割以上の成功率を保っているロシアや EU のロケットに見劣りしてしまうな。価格はお高いの？打ち上げコストに関しては、H2A ロケットの打ち上げ1回100億円前後で H2B ロケットでは、1回240億円で、実は他国よりも安いんだぜ。じゃあ、日本のロケットは世界でもバランスが取れた優良品なのね。まあ、商売がうまくないってところと、信頼性というか打ち上げ回数の少なさが問題だな。日本は固体燃料ロケットの技術でも世界のトップクラスであり、イプシロンロケットは非常に低コストなんだ。一発50億円だけど、将来的には30億円が目標だぜ。じゃあ、バンバン他国から受注すればいいじゃない。H3 だってすごいんでしょ？ H3 の開発コストは約1900億円と言われているが、1回の打ち上げにかかる値段は約50億円を目指しており、H2A ロケットの半分程度の値段で発射できるロケットを開発する予定だぜ。日本が世界に誇れる技術であるのロケット技術の発展に注目したいわね。まあ、ちょっと課題もあるけどな。ん？何か問題でも？アメリカの民間ロケット会社スペース X は、あのイーロン・マスク氏の会社なんだが、そこのファルコン9なんかは、再利用可能ロケットの実現を可能にしているな。なんなの再利用可能ロケットって？簡単に言うと、ロケット部分をブースターによる垂直着陸をさせて、次回以降も再利用するんだぜ。当然打ち上げコストは安くなるんだ。はい。もうそんな時代なんだね。まだまだ開発中の技術だけど、新興の民間ロケット企業がどんどん参入しているからな。アマゾンの設立者であるジェフ・ベゾス氏が設立したブルーオリジンなんかも要注目だ。国主導のプロジェクトより野心的で早いから脅威だぜ。JAXA は大丈夫なの？逆に H3 ロケットは既存の技術を集大成して、徹底した利用者視点で、ロケットの使いやすさを追求する計画なんだ。それがうまくいけば、新興企業ともタメを張れるって考えだな。ふむふむ。実は2020年の大型ロケット打ち上げ数は、米44、中40、ロ15、欧州7、日本4という結果であったんだ。つまり、欧州と日本はやっとギリギリの存在感を示すという構図なんだ。あれ？寂しいわね。規模の経済が大きな効果をもたらすグローバル化した現代の市場において、ギリギリの存在感はへの突っ張りにすらならないかもしれないか。H3 で頑張って逆転してほしいところだぜ。そういえば、ホリエモンのロケットってどうなったの？ホリエモンこと堀江貴文氏が出資する宇宙ベンチャー、インターステラテクノロジーズ IST は去年の7月、観測ロケットモモ6号機であるテンガロケットを打ち上げたぜ。同機は高度92キロに到達。IST にとって2回連続での宇宙空間到達となったな。え？テンガってあの、テンガよね？スポンサーは大切なんだぜ。真っ赤なテンガロケットが惜しく宇宙に飛び立つんだ。結構なことじゃないか。まあ、確かにね。日本が誇るグッズだもんね。さらにスポンサー企業テンガによるペイロード積載物の宇宙空間への放出と、海上での回収にも成功した。宇宙空間へのペイロード放出と回収の成功は、国内の民間プロジェクトとして初の快挙だぜ。テンガをペイロードして放出ってやるわね。また、堀江氏は今回の成功についてももう打ち上げられる体制を維持しながら、次世代機であるゼロを開発できる体制が整ったことを意味していて、
意義は非常に大きいとコメントしてるぜ。ペイロードの周回軌道投入がいつ頃になるか楽しみといったところだな。ホリエモンもロケット会社では地道に頑張ってるのね。ロケット民間企業としては非常に小規模だけど、枯れた技術を用いた小型のロケットで超小型衛星を安価に打ち上げるシステムの構築を目指すっていうのは、結構なことだぜ。ひょっとしたら渓谷のロケット産業よりよほど効率的だからな。まあ、天下ロケットの前の煙突町のプペルロケットは、発射失敗してるから、ネーミングには慎重になって、良い名前をつけてほしいんだぜ。ホリエモンをちょっぴり見直したわ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録、高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。